ロシアによるアメリカ大陸の植民地化はロシア帝国が主に北アメリカ大陸太平洋岸の領有権を主張した1732年から1867年まで行われたロシアは北アメリカの天然資源の交易を行いこれを回路及び陸路を通じてロシアに運ぶために遠征隊を講演し植民事業を維持した合わせて開拓地や 防衛のための前進基地を維持した。植民地は主に今日のアラスカ州に設立され、ハワイ州やカリフォルニア州北部に達した者も,もいた。しかし1867年、アメリカ合衆国がロシアのツァーリからの申し出を受け入れ、アラスカのロシア植民地を720万ドルで購入した。アラスカ購入と言われる。これによって、北、アメリカにおける、 ロシア帝国の植民地経営は終わった。ヨーロッパ人が初めてアラスカ海岸を目にしたのは1732年のことだった。それはロシアの海洋探検家イワン・ヒョードロフがユーラシアの東端であるデジニョフ岬からベーリング海峡を隔てたプリンス・オブ・ウェールズ岬近くの海上から眺めたのであり、上陸はしなかった。1741年。 ビゥスベーリングとアレクセイ・チリコフによるロシア探検隊がアラスカ南部に上陸したのがヨーロッパ人の最初の足跡になった。1774年から1800年にかけてスペインも太平洋岸北西部における領有権を確保するためにアラスカへの数回の遠征を行った。スペインの領有権主張は19世紀に入った時点で放棄された。 1803年から1806年にルミアンツェフ伯爵がイワン・クルゼンスターンとニコライ・レザノフの合同式によるロシア発の世界修行を講演した。さらに1814年から1816年の流陸の世界修行公開に装備を整える推進者となった。この公開でアラスカやカリフォルニアの植物賞や動物賞に関する内容のある科学的情報を手に入れ、 またとりわけ、アラスカとカリフォルニアに住む重要な先住民に関する情報も入った。ヨーロッパ諸国の中で、ロシア帝国は、海岸遠征や領土獲得のための植民を国家が支援しなかった数、少ない帝国だった。アメリカ大陸における活動を講演するために、初めて国家が保護した公益会社は、グリゴリー・シェリホフとイワン・ラリノビッチ・ゴリコフによるシェリホフ、ゴリコフ会社だった。 1780年代には他にも多くの会社がロシア領アメリカで活動した。シェリホフはロシア政府に排他的支配権を制限したが、1788年にエカチェリーナ2世はすでに占領した地域のみの独占権を認める決断をした。他の公益業者はそれ以外のどこでも自由に競合することができた。 エカチェリーナ2世の決断は1788年9月28日に皇帝宣言として発布された。シェリーホフ・ゴリコフ会社がロベイ会社の基礎となった。その認証は、シンツアーリのパーベル1世による1799年宣言で行われ、これによれば、アリューシャン列島と北緯55度線より、北の北アメリカ本土のロシア領アメリカにおける、 独占的交易権を与えていた。ロベイ会社は、ロシア初の共同持ち株会社であり、ロシア帝国商務省の直接管轄下に入った。シェーリーホフ・ゴリコフ会社以来、アラスカ交易は、イルクーツクを本拠とするシュベリアの商人たちが担っており、彼らが、ロベイ会社の当初の主要な株主であったが、まもなくサンクトペテルブルクを地盤とするロシア貴族が、これに変わった。ロベイ会社は、 現在のアラスカ州、ハワイ州及びカリフォルニア州に開拓地を建設した。ロシアによる最初のアラスカ植民地は1784年にグリゴリー・シェリホフが設立した。その後ロシア人探検家や開拓者がカムチャツカ半島のペトロバブルフスクを起点にアリューシャン列島、アラスカ本土、ハワイ及び北カリフォルニアに交易拠点を築いていった。ロベ会社は 落光寮とその毛皮の交易のために、ニコライ・レザノフが、その影響力を使って1799年に結成した。ロシア寮はアメリカ植民地の最盛期人口は約4万人だったが、その大半は先住民のアレウト族だった。ここで、ロシア正教会を設立するときに、聖人ジュブナリー・オブ・アラスカが中心になった。ロシアは次に、現在のブリティッシュ・コロンビア州まで探検し、 公益用全身基地や狩猟用開拓地を建設した。後に、イギリス帝国やアメリカ合衆国との条約で、その教会は北に移動した。1815年、ドイツ人の医者で、ロベ会社の代理人であるゲオルク・アントン・シェフファーが、ハワイを訪れ、カウアイ島の主張、カウムアリが手に入れた商品を引き取った。この時に、ハワイ王室の清掃に巻き込まれることになった。 カムエライ国王は、ロシアの援助で、そのカウアイ王国の主権を取り戻し捜査しようとしていた。カウムアリは、カウアイに関して、ロシアツアーリー、アレクサンドル一世の保護を認める条約に署名した。1817年から1853年、現在のカウアイ軍ワイメアの地、ワイメア川近くに、カウアイ島で、ロシアが維持した三つの砦の一つ、エリザベス砦があった。 北カリフォルニアのボデガ湾近くに、前身基地としてのロストリデが1812年に建設された。ロシアは1841年まで砦を維持したが、その後は放棄した。この砦は現在、アメリカ合衆国国家歴史登録財の歴史建造物に指定されている。サンフランシスコの北50マイルのフォートロス、カリフォルニア州立記念公園として、保存、維持されている。 スペインはロシア植民地の進出が気になり、ラスカリフォルニアス植民地を設立して、プレシディオ、プエブロ及び伝道書を作っていった。サンフランシスコで空の伝道書は、ロストリデができたことに対するスペインの具体的反応だった。メキシコが独立を果たした後、1836年のエルプレシディオレアルでそのまいわゆる、そのま宿舎とアルタカリフォルニア植民地の 国方フロンティア指揮官としてマリアーノ・グアダルーペ・バレホ将軍を派遣することで反応した。その間の砦はメキシコとして最北端の前進基地であり、それより南へのロシアの侵入を止めた。このプレシディオと伝道書は現在のそのましで回収され保存されている。1920年、重量100ポンドの教会の金が南カリフォルニアのサンフェルナンドバレーにあるサンフェルナンド、 レーデースパーニャ伝道書近くのオレンジ園で出土した。この金にはロシア語の名文があった。これを翻訳すると、1796年1月、この金はコディアック島でアレクサンドル・バラノフの滞在中にアラスカのジブナリーの恩恵によって鋳造されたとなっていた。このコディアックのロシア正教協会の金がアラスカのコディアック島から 南カリフォルニアのローマカトリック伝道所までどのようにして運ばれたかは不明である。これがそこにあるということは、艦隊平洋地域に沿ってロシア人の活動が広がり、スペインの植民地文化、さらには先住民とその文化と接触していたことを裏付けている。ロシアの植民地は主として輸送費のためにあまり利益につながることがなかった。さらにロシアは、 財政的な問題を抱えており、将来特にイギリスとの間に起こりうる紛争で、保証もなしにアラスカを失うことを恐れていた。ロシアはイギリスとの紛争が起こった時、アラスカの守りに固い地域が人口の多いブリティッシュコロンビアからの格好の標的になり、たやすく占領されると考えた。アメリカ南北戦争で北軍が勝利した後、ロシアのツァーリー、 アレクサンドル2世は中アメリカ合衆国ロシア大使、エドアルド・デ・ステッケルに対し、1867年3月からアメリカ合衆国国務長官、ウィリアム・スワードと交渉に入ると伝えた。スワードの強い勧めによって、アメリカ合衆国上院がアラスカ購入と呼ばれるこのロシア帝国からの買収案を承認した。その対価は1エーカーあたり2000と、 総額で720万ドル、上と比は1867年4月9日付けとなった。この時の支払い済み小切手がアメリカ国立公文書記録管理局に保存されている。現在のロシア連邦とその前身のソビエト連邦では1867年のアラスカ購入でアラスカはアメリカ合衆国に売ったのではなく99年。 あるいは150年リースで賃貸したのであり、ロシアに返還されるという話がメディアで定期的に出てくる。しかしアラスカ購入条約は絶対的に明白であり、ロシアがその領土を割用することを完全に合意している。ソビート連邦は初めてアラスカを目視し、アラスカすなわちロシア領はアメリカの領有を宣言した時から250周年を記念し、 1990年と1991年に一連の記念貨幣を発行した。その記念貨幣は両年とも銀貨、プラチナ貨及びパラジウム貨があった。アラスカのセーゲルマン、アラスカの聖院の権地、ピーターザレウトのような聖人がアラスカにおけるロシア聖教会の伝道に大きく寄与した。1970年にロシア聖教会から 独立正教会としての地位を認められたアメリカ正教会の歴史はこのようなロシア領はアメリカの初期ロシア人宣教手段に歴史を遡ることができる。インドンティシ教は当時文字のなかったアレウト語の表記法も考案しアレウト人に対する宣教を精力的に言った。この時のアレウト語研究、アレウト人の民族に関する研究は現代においても貴重な資料となっている。 ティーホン主教は北米における伝道の拠点をニューヨークに移し、アラスカ以外のロシアと直接結びつかない地域に伝道範囲を拡張した。インノケンティは後にモスクワフ主教となり、ティーホンは後にモスクワ総主教となった。ありがとうございます。